大家好，メス日台湾2泊3日の仙台旅行の最後の動画です。この日も観光地と仙台グルメを満喫したので、ぜひ最後までご覧ください。お腹すきました。これが馬乗せ、うん、この下にあるらしい、うん、匂い大自然だ。まずしまは父ちゃんだよ。うん、すごい。切った。ここで待つよ。あ、次どこ行くの？ごつごつ岩だ。馬乗せ。すげえな。すごい、こんなとこまで来れるんだ。奥まで行くとめんどくさいから帰ろう。みもも待ってるし。バイバイ。おい疲れたね、早く帰ろう。イオン、イオン来た、うん、仙台の何か目的？辛味仙台味噌ラーメン、うん、これはします。美味しそう。そういうこと？この辛味噌？そう。死んだから食べるかな？違う？そうなんだ。溶かしながら。いや。スプーン使えないじゃん。ええ。うん。太め？うん。美味しい。ピリ辛？大丈夫？美味しかった。辛かったね。ね、スープ待って、全部飲んだ。美味しいよ。また牛タン。カウンター席と座席立ちもある。入り口にカウンターがあったんでね、カウンターがあった。入り口のカウンター目の前にいた。美味しそう。うん。来た来た。ラーメンセットだ。本当に嘘ついてんね。ごちそうさまでした。4000円。7時も混んでる、6時も混んでる。ね、私たちなんか6時半入って注文してすぐ出たね、料理が。昨日の牛タンちょっと違うけど、うん、こっちの方も好きな、うん、どっちも好きの感じね。こっちも美味しい、あっちも美味しい。そう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 、それぞれ違う。展望テラス行くよ。31階。大丈夫？今何時？14分見える？29、30、31。これって入り口。いや、ありがとう。じゃないよ、このクオリティは。うん、そういう感じか。
あるよ。仙台城跡、伊達政宗のいる場所。そうあと今気になったのこれ。これね、商店街みたいな。屋根がついているってことは盛り上がってるってことでしょ。行ってないよまだ私たちは。屋根付きの商店街。屋根あるから傘いらない。本当に商店街だね。そうね。永遠続くじゃない。めちゃくちゃ長いよ。もう1キロくらい歩いたでしょうか。疲れた、うん、ついにもう屋根がないところまで来た。よし、5キロくらい歩いた。それは嘘。でも足本当に痛い。大丈夫？長いよ、天意地が天罰。待って、なくなったけど横に屋根があるじゃん。なあ、絶対そうだよ。すごい、仙台の力はすごすぎる。うわ、すごい。もう一番。もうちょっと、もう疲れたから帰る。私たちは先にあそこ行った。さあ、仙台駅から出て、まっすぐ行って、ここ降りた。もうさっきの商店街。で、これ見た向こう側のこの建物、めちゃくちゃ高いとこだよ。そう。そう、無料の、そう、朝10時から夜8時で、この奥の方はうちのホテル。ね、ね、チェックアウトしました。いくらだったっけ。あ、2人で2泊で32,000。でも、私1週間前もう一回調べたらさ、この周り全部4万とか5万とかなってる。よくわかんない。じゃあ、早めに予約しないと、うん、そう今から朝一番に行きます。はい、行きます。ちょっと雨だ。今日も屋根付きのとこで、うん、ちょっと雨だもんね、うん、来たぞ。朝一番が着きました。来た、決まってる。早い、今日早い。え、どっち、なんでそんな閉まる。え、朝一全部閉まっちゃったわ。お皿美味しそう、肉飯も美味しそう、ルーローハン、うん、なんか祝日だけど全然空いてない。うん、休みなのかな。かもね。なんて言ったろう。ね、看護客。そう、何もへーの感じにしてたね。さっきはラーメン美味しかったよ。どこ行く？今からね、瑞鳳殿。ノルノ方まで。出口南の方って。ループル仙台だ。もうみんな乗っちゃうじゃん。ループル仙台という観光バス、うん、ぐる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 回る、うん、仙台の観光名所を回る、うん、昨日私たち行ったのは仙台城跡とかね、うん、そうそうそう、レンタカーで行ったけどバスでも行ける。そうで、私たち今日はレンタカー返したから瑞鳳殿までこのバスで行く。そう、ここね、4番目行くね。いや、めちゃくちゃ綺麗じゃない？来た！うわ、角度やばいね。行こうか、うん、木が人いるよ。車であそこまで行けるの？タクシーあそこに呼べるならいいね。疲れた、あずき、もう帰っていい？帰ろう。森森の中ね、すごく綺麗。瑞鳳殿もうちょっと前だ。おい、立派だね、うん、こんな階段あるじゃん、めちゃくちゃ。コンピラさんレベルだ、うん、なんかバス停のおっちゃん言ってた、1時間かかるって歩くの。見た、有料参拝料金、うん、買った、チケットも買った。いいね。だから、ちょっと、過去、来
たぞ。虫だ。伊達政宗さんのお墓。綺麗だね。江戸時代初期もこういう感じだよ。もう国分したから、ま、当時と全く一緒の感じにしてるから。すごい。二代目の。また。なんか全部綺麗、また全部綺麗。うん、それ重要なのはさ、これはさ江戸時代くらいだよ。うん、そんなに派手派手で。相当あのこの方めちゃくちゃ偉いし、なんかすごいと感じる。達也はどういう感想ある？私もすごいと思った。うん、まあ伊達政宗のやつが一番大きいけど、うん、息子たちも綺麗で、そう、なんか日光東照宮の、うん、デザインに似てた。ね、すごく似てる。うん、歴史を感じたいならおすすめです。うん。それで5、6分後マジで、うん、ちょっと煙が出てる熱いよちょっと机なら危険だね。やっぱり仙台楽しかったよ。油断せよ。うん、デザート空がめちゃくちゃ好きで、雲がね。こっちか。さあ。暑い。全然考えてない。手に持っていける？でかいよ本当に。これ本当にでかいの。みんなわかるかな？もう半分食べたよ。でっか。うん。知り合いがいるじゃん。今天的インペンダーチャジェタルハオ。仙台2泊3日旅行、いろいろな観光地、いろいろなグルメを満喫できました。ミモは日本の47都道府県を回るという夢があるので、これからも日本の各地に旅行に行きたいと思います。今后也将继续提供有关日本和台湾的资讯，有兴趣的朋友欢迎订阅我们的频道。拜拜。